こんにちは。今ですね、あ、動画うまく撮れたぞと思ったら、なんかまたあの、なんちゅうんですか、雑音みたいな、よよよよよってなってて、2回目の撮り直しになっております。若干テンション下がってますけど、昨日ですね、そういえば、またですね、大変なことが起こりまして、大変じゃないですね、全然。着替えようとして、ま、最近着替えネタ多いな。着替えようとしてね、上に僕カーディガン着てたんですよ、薄いね。上にちょっと羽織ってたんですけど、それで、ね、脱ごうと思ったらね、あれって見たら、カーディガンがね、ズボンの中にピッて入ってんの、全部。ベルトまでしちゃって、ピッて。とか思って、カーディガンズボンに入れる人いないなと思ったら、その、ちょっと前にね、トイレ行ったんですよ。その時にね、間違ってね、全部で入れちゃったんですよ。間違えてっていうかね、おかしいですよ。初めてです。カーディガン、ズボンの中に無意識に入れたの。誰にも見られなくてよかったんですけど、それで、あらららと思って、カーディガン脱いで、でズボンも履き替えて、ズボンも脱いで、で、新しいズボン履いて、それで、着替えの上着て、そしたらまたね、ズボン履き替えようと思ってね、履き替えたのに、またね、ズボンね、脱いで。ズボン脱いで、ズボンを合わせて、あれって言って、今脱いだやつじゃん、みたいな。もうね、最近多いんですよね。これは何かのね、何でしょう。何かのサインでしょうか。誰かが何かを伝えようとしてるんじゃないでしょうか。非常に困りますね。この前も言ったけど、クローゼットに出したやつ戻しちゃったよ。昔ね、いやー朝だーとか思ってカーテン開けようと思ったら間違ってカーテン閉めたとか、そういうのはねありましたけど、若い時に。あれはまだね若いから許されたんであって、まあびっくりしましたけどね。なんか起きてカーテンをこう開けるのが習慣になってたもんですから、起きていやー朝だなーと思ってなんかカーテン触っちゃったんだよ。そしたらね、もう開いてんのに間違って閉めちゃった、あれと思って暗くなってびっくりしたみたいな。若いから許されたけど、今はね、シャレになんないんですよね。はい。それでですね、今日の1分間レッスンいきたいと思います。1分間レッスンどうぞ。はい。1分間レッスンです。さっきとズボンの色が違うじゃないかということですが、実はですね、1分間レッスン後で別で録画しようと思ってたんですけど、その間にですね、ちょっと自転車乗ろうと思ったら、自転車のチェーンのところにズボンの裾がぶつかってですね、当たってですね、油がついてしまいまして、緊急で、ズボンだけ履き替えました。ご了承ください。はい、じゃあですね、1分間レッスンいきますよ。1分間レッスン用意スタート。はい、パラディドル、聞いたことありますか？パラディドル、よく言われてるのは、右左右右、左右左左。これ最初に練習する方多いと思うんですが、多いと思うんですが、アクセント入って練習、パターンが最初やる人多いと思うんですけど、アクセントなしのパターン。これも練習してみてください。意外にですね、難しい。で、実際、応用するときは、もしかしたらこっちの方が、使うかな、ちょっと分かんないですけど、使うことも多いので、パラディドルって言ったら、これがまあ真っ先に頭に浮かぶ、まあ、僕なんかそうなんですけど、これ全部同じ音で、これもねやってみるとね、新しい発見があります。この右右とか左左のところ、意外に大きい音で叩くの難しいなという問題が出てくると思うので、皆さんもですね、ぜひチェックしてみてください。はい、ぴったりでした。ズボンのシミは今だから洗濯機につけ置きしてるんですね。ちょっとね、油ね、どうなんでしょうね。困るんだよね、ああいうのね、本当に。ありがとうございました。はい、一分間レッスンありがとうございました。そしたらですね、今日なんですけど、今日はですね、あるアメリカのドラムの教本の中から一つご紹介したいと思います。
これはですね非常に、シンプルな練習ではあるんですが、使いやすい、覚えやすい、応用もたくさんできるということで、まずですね、その本ね変拍子の教本なんですけど、その中に、ね、一応4拍子のコーナーがあって、4拍子をいわゆるグルーピングって、あの塊で分けて演奏する練習で、2個と3個に分けるっていうのが譜面がブラーってあって、いろんなパターンで、2個と3個に分けてね、16音符16個バーンって書いてあって、アクセントで分けるんですよ。タンタンタン、これが2個、2、2、2、2、2、3は3、3、3、3、3、まあ、手順は手順もいろいろ変えて練習するんですけど、2と3しかない。そのね譜面がね、いろんなパターンがバラララってこう書いてあるやつで、その中のね一つ紹介したいと思います。そしてあと応用の仕方と、ちょっとね難しいんですよ。あるですね、まず元ネタ、これ休符を、言うの忘れてた、休符を入れて、練習する。ただ2と3の塊だったら、いろいろこう、1、2、3、はい、タトトタトトタトトタトタトタトトジャーンと、あとまあそうですね、1、2、3、4、タンタンタタタタンタタタタンタンジャーンと、もう2と3のみなんですよ。でですね、その中に下の方に休符の入るパターンがあって、休符の入ってるパターンどうぞ、ドン。はい、こちらなんですけど、これね、休符のとこ打つとこうなります。ワン、ツー、スリー、フォー、タン、タン、タツツ、タン、タン、タツツ、タツじゃん。今、休符のとこ左手2個で言ってますけど、オルタネートで行くとこうなります。タン、タン、タッタッタ、タン、タン、タッタッタ、タッタッじゃん。この場合はね、ちょっと休符のところじゃないや、全部右スタートでタン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 、これから始めましょう。一番やりやすい、アクセント右手しかない、右手全部もアクセント、左手全部ちっちゃい音、一番やりやすいので、まずはですね、これをちゃんとメトロノームに合わせて休符をしっかり休めるように、もうちょっと早くやってみますか。いきますよ、ワン、ツー、スリー、フォー、タン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 チャンス、ワン、ツー、スリー、フォー、タン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 、はい、それでですね、ちょっと今頭の回転が急に止まりましたね。どうしたんでしょう。タンタンタツツタン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 、ちゃんと休む、あとね、休んでるところこうならないように、タンタンタって止まっちゃって、でまた直前でタンタンタンタッタンタンタッタンタンタッタッタッてならないように、タンタンタッツタンタンタッツタッタッ、少しね休符の間こう緩やかに上げるスペースというか動きがあると、なおいいかな。ゆっくりだとこうタンタンタッツタンタンタッツタッツ、はい。でこれね、すごく応用もしやすいですよね。右手だけタントントンタントントンタツツツタツツツタツタツタントントントンタンタンタツツツタツツツタツと、こういう感じでいけますので、応用しても結構かっこいい。しかもこれ何気に、奇数の塊大きく固めると7、7、2になってますから、なかなかですね、何気にかっこいいフレーズができやすい、まあ、いろんなパターンがそれ載ってるんですけど、教本にね、一応一つだけ紹介するとこれです。あとね、この休符のところにバスドラこれ入れるとさらにかっこいいです。タンタンタトンタンタンタトンタツタン、ダブルできる人はタンタンタトトタンタンタトトタツタン、ちょっと今ドラムセットがないんで、実はエレドラが今組み立てられてる、ここに見えないところに設置されてるんですけど、ちょっと恥ずかしいのでいただきません。恥ずかしい、今大きい音で叩けないから、なんかトン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 ってなっちゃうんで、ちょっとそのうちね、なんか叩けるようになったらっていうか、叩けないの、この部屋に置いてる限りは。
なんかあのフレーズの確認とか曲を覚える時とかにこう軽くオールタップストローク奏法で演奏したりとかっていう風に使えるかなと思って一応組み立てて置いてあるんですけど、そんな感じでですね、今日はですね、2と3、要はこの休符の部分は休符含めて3になってる、タンタンタトゥトゥタンタンタウウ2、2、サウウ2、2、サウウ2、ジャーンズ、でいろんなパターン自分でもあの紙に書いて作れると思うので、この、ね、2と3のパターンですごくね、あの分かりやすいフレーズ作ってもおすすめですので、皆さんもぜひ練習してみてください。ありがとうございました。